シークエンスアイトモのラジトモ。この放送は私シークエンスアイトモが毎週毎週気になる時事ネタ、気になる事象などについて45分近くダラダラと喋っているラジオ風番組となっております。来週ちょっと普通に独り言なんですけど、頑張ってたので僕聞いてほしいんですけれども、来週分の YouTube をもうすべてアップロードが完了しました。頑張った俺、本当に頑張った。そしてですね、告知もしたんですけれども、今日中明日の朝、11時までの間に僕の、イベントのサロン先行予約が始まっておりますので、サロンに入っていただいて、今入って予約フォーム飛べば普通にチケット予約できますので、よかったらぜひ来てください。僕のトークとそして霊視が体験できるっていうようなイベントになっておりますので、もしまだ申し込んでないよっていう人はサロンに入会し、そして、応募してもらえると嬉しいです。一応コンテンツとかも見放題なのでね、見てもらえればいいですし、なんか微妙だなと思ったらその月で退会してもらえれば、一月分しかかかんないしっていう感じなので、よかったら応募してみてください。はい、ということでですね、今週はね、何話そうかなって悩んだんですけど、逆にもう話さないと違和感なのかなっていう風に、でも違和感でもないのかなっていう風にも思ってるんですけど、僕も一応ね、全然芸人としては認められてないですけれども、一応吉本興業っていう会社に所属しているので、今うちの会社は大揺れしているわけですよ。はい、もう揺れに揺れまくっている状態ではありますので、ただ吉本の芸人ではあるものの、吉本を代表して何か一言言えるような立場では毛頭ないし、芸事で何の成果も残していないので、実際問題そこに対して触れることはなかなかできないですし、無論僕みたいなもんがその真相とか内情みたいのを知っているわけでもないので、全然言うことがないんですよ。ぶっちゃけ直接的にね、言うことがないんですよ。例えば先日起こった岩橋さんのツイートもそうだし、ダウンタウン松本さんの件も僕は何にも分かんないので、言うことが特にない状態ではあるんですよね。はい。ですが、ジャニーズ問題からこの吉本問題みたいなので立て続いてるみたいなもの、あんまりこれは個人的な意見ですけど、今回のこっちのに関してはよく作られているなという印象の方が強いですけど、この流れを通してちょっとネットのコメントとかを見ていると、業界がクリーンになってきたのかもねみたいな意見がちょこちょこと見られるんですよ。はい。で、それはね、割とネット以外のところでも実際にレスポンスしてて、業界が健全にクリーンになってきたのかもねみたいな話っていうのはちょこちょこと、耳にするというか言われるんですよね。僕自身も周りの人とかに、一般の方もそうだし、芸能系の人たちにもよく言われるし、で実際問題、別に今回の吉本問題だけじゃなくて、いわゆる芸能界の闇みたいな、役者、お笑い、アイドル、ミュージシャンの業界の性問題みたいなものとか、夜な夜なすごいパーティーが行われてるんだみたいなものっていうのは正直わかんないんですよ。僕ぐらいの世代だと、僕その全然どこにも飲み会とか行ってない人よりは結構そういう飲みの場とかに参加してる方だと思うんですけど、正直ね、その目の当たりにしたことがないので、古い芸能界で起こっていたことなんだろうな、そういう問題っていうのは。別に今回のだけじゃなくて、いろいろな問題っていうのは古い業界の中で起こっていたことなんだろうなっていう印象なんですよ。今9年目なので、はい、ちょうどもう何もかすりもしないような時代を生きていたので、本当に右見ても左見ても分かんないみたいな状態なんですね。ただ古い時代にはそういうことが行われてたのかなと。で、確かに話だけ聞くと、昔の芸能界っていうの裏側はすごかったんだよっていう風な話はよく聞くので、多かれ少なかれいろいろ派手な遊びというのはあったのだろうというふうに思うんですよ。で、そんなことはさておき、何も僕は事実関係とか一切わかんないので、そんなことはさておきなんですけれども、ただ、じゃあ業界が健全になってきたんだろうねっていうふうなことは言えるのかというと、
実はそんなことないんじゃないかなっていうような気がするんですよ。でこれがねどういうことなのかっていうと、まあ今日の話もね端的に言うと多分反感を買うので、極力皆さんの聞き心地が悪くないように喋ろうというふうには思っているんですけれども、まあ昔の芸能界っていうのはお金があったわけですよね。だって見てたって全然違うじゃん。セットもさ、毎回毎回違うコントとかさ、違うコーナーやるたびにセット組み直しててさ、で一つの1時間番組の中でさ4つぐらいコーナーがあってとかさ、あったわけじゃないですか。今だと大体クイズでしょ、でグリーンバックでやってて問題が映像で出されてるっていうだけじゃないですか。比べてみるとものすごい金のかかり方ですよね。で夜のヒットスタジオとか、僕が生まれる前のなんだろう番組とかっていうのは、歌番組だとオーケストラが用意されていて巨大なセットが組まれていてっていうのを毎週毎週違うので組んでいてとかっていうのをやってたりとか、とにかくお金があったわけですよね、うん、でお金が集中している場所だからこそ責任が重くなってくるわけですよ。すごい大金をもらうわけじゃないですか。例えばだけど僕らみたいなものがテレビに出た時のキャラって、本当にたかが知れてるんですよ。僕が1本テレビとかに出演した時のギャラ、まあ YouTuber はそもそもギャラがないからあれなんだけど、テレビに出演しましたっていう一本のギャラって、それこそ YouTuber の知人とかに話すとどぎも抜くぐらい驚かれますよ。安すぎてだから、割と結構その今のテレビ出てる人たちっていうのは、なんて言うんだろうな、出たくて出てるんですよ。テレビ好きだからみたいなね、好きだから出てるっていう人が結構多いと思っていて、出るのが楽しいとか出るのが好きっていう意味で出ているんだろうなっていうふうに思うんですよね。うん。だからこそギャラもすごく安いけど、昔のお金があった時代のテレビっていうのは、まあ尋常じゃないぐらいその一発のギャラっていうのがでかい分、責任が重かったんだと思うんですよ。まあ、例えばなんだけれども1時間生放送の番組とかもよくありましたよね。でいろんな人たち、歌い手さんと芸人さんとかタレントさんが絡んでっていう風な下りとかがいろいろあったりとかして、でその下りの中で何か面白いことがあるかどうか、タレントマネジメントはできてるのかどうか、世間の人たちから反感を買うような意見は出てこないのだろうかとか、いろんなことに目配せをしながら面白い1時間というのを作り上げるということへの責任感がすごかっただろうし、仕事というののカロリーも半端じゃなかったと思うんですよね。でこれは変な話なんですけれども、常人には無理だったと思います。ちょっと鼻がムズムズするから鼻かむね。環境音としてお楽しみください。何のだよ。まあ、例えばだけど、もう全校朝礼で人前に立っただけで頭真っ白になっちゃうっていう人とか、まあ例えばだけど会社のプレゼン会議とかでもう必死に資料して読み上げるっていうことでいっぱいいっぱいだっていう人とか、そういう人ではできないだろうし、仮にそういう場所では息を用とできたとしても、ちょっとピンチに追い込まれると頭真っ白になっちゃうっていう人とか、拙く程よくできるっていう人とか、そういう人たちっていうのは多分用なしだったと思うんですよね。マジで全然用なしだったと思うんですよ。で例えばなんですけれども、国民のうち例えば100人1000人が、あこの人面白い、この人いると見ちゃうんだよねっていう人とか、この人本当に誰も傷つけなくて好きみたいな当たり障りないコメントしてる人っていうのも求められなかったと思うんですよ。めちゃくちゃ異常者かつ仕事ができる人、これがかつての芸能界だったんだろうなっていうふうに思うんですね。つまるところ、なりたくてなるものではなくて、いつの間にかなっているというのがタレント芸能人という職業だって昔はよく言われるじゃないですか。今って結構目指せますよね。お笑い芸人になりたいんだとか、ミュージシャンになりたいんだ、アイドルになりたいんだ、俳優になりたいんだとかって、割とどういうものになりたいかっていうのを見つけて穴埋めしていって、よしここでこういう風に稼ごうと思って入って、で1万人ぐらいファンつけて、でその1万人の人に向けて1万人が喜ぶようにセルフプロデュースしていけば、全国民的な有名人にはなれなくてもそこそこ飯は食っていけるぞっていう何かになることって可能になりましたけど、昔はそうじゃないじゃないですか。今より視聴者が厳しかったわけですよ。なんだこいつ面白くねえなっていう風になったら秒でチャンネル変えられるっていうね、正直だったから大人が。だから
本当に気狂ったちょっと異常な人じゃないと何者にもなれなかったっていうのが旧時代的な芸能人なんだろうなっていうふうに思うし、そういう人たちばかりが裏方も表方もうじゃうじゃいたのが旧芸能界なんだろうなっていうふうに僕は思うんですよね、正直。まあこれは結構昔の話だとは思うけどね。で、ですがお金がなくなっていくわけじゃないですか、だん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 。まあよく言われる失われた30年と、もう30年以上経ってるけど、失われた30年と呼ばれるところに突入し、なんとなく今まであったセットとかを倉庫から呼び起こしてお金がある風を装いつつは来たけれども、やっぱりお金がないんだよねっていうのが露見されていってしまったのがこの30年間だろうなというふうに僕は肌感覚で思うんですね。それは何でかっていうと、失われた30年っていうのは僕リアルタイムでその30年を生きてるんですよ。32歳なので生まれてからずっと日本が失われてるんですよ。だからどん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 失われていく様を見ていった世代なので、あーあーはいはいはいっていうのが、特に僕テレビっ子だったから肌感覚ですごくわかるんですよ。どん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 お金なくなってるなっていうのが。でお金がなくなっていくほど、これね面白いんですけど、お金がなくなっていくほどクレームが多くなったんですよ。だしクレームに弱くなったんですよ。例えばイケイケどんどん面白いもん作ってやるぜ、こんなやべえやつら集めたぜ、今回のめちゃめちゃいい番組だぜ、金も集まってる、スポンサーもめちゃめちゃ集まってる、視聴率もめちゃくちゃ取れてるっていう時に、ああいう表現は良くないと思いますとか、こういう人を出すのはどうなんでしょうって電話でクレームが来たとしても、ああはい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 、ブチって切れるわけですよ。だってお金あるんだもん。こんなよ、一人のよくわかんない人間の話聞いてたって意味ねえやーっつってブチンって切れる。うん、みんなこんだけ数字取ってんだからいいじゃねえか、どんどん面白いもの行けっていう風になるんだけど、お金がなくなってくるとどうなるかっていうと、一人一人の顧客が大事になってきちゃうんですよ。大事になってきちゃうっていうか、大事に見えるようになっていくんですよ。一人でも離れちゃうとまた数字が落ちちゃうんじゃないか、スポンサーさんが離れちゃうんじゃないか、もっとお金がなくなるんじゃないか、お願いみんな逃げないで、みんなが嫌がらないもん作るからさって、あの人出すのはどうかと思います、こういう表現はどうなんですかね、すいませんもう二度とやりません、すいませんもうそんな表現は絶対ないようにしますっていう風に言って、ペコ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 頭下げながら申し訳ございません申し訳ございませんっていう風にしていった結果今があるわけじゃないですか。ぶっちゃけ今の状態までになったってことですよね。つまりは BPO とかそういうものに弱くなってしまった、テレビがつまんなくなったって言われてるのは、単純にお金がなくなったから弱者に逆らえなくなったってことなんですよ。今までは弱者クソぐらいお前らのことなんか知ったこっちゃねーみたいな感じになって、ガーシャーンっていう風にどかしながら、面白いもの、その少数マイノリティよりも多数が面白いものを作ってやるぜっつってゴジラみたいにガーシャーンガーシャーンって進んでった大怪獣がテレビだったんだけど、そうではなくなっていった。だんだんゴジラの体がちっちゃくなっていった。じゃああれなんか破壊光線もそんなに破壊力がなくなっていった、体がちっちゃくなっていっちゃったっつった時に、今まで下に見ていた国民たちと同じぐらいの背丈になっちゃって、もういろいろ神々が言われるとごめんなさいと謝るしかなくなってしまったっていう状態、どんどん小型化していっているゴジラっていうのがメディア業界というふうに言えると思うんですよね。ですが小型化していっているんだけれども権威はあるんですよ、なぜか。これは人間っていうのは、人間というか主に日本人っていうのは歴史あるものを重んじるっていう文化があるし、まあそれは全然いいものなんですけどね、歴史あるものを重んじる文化があるし、年長者を敬うという風な文化っていうのが若者側にも年長者側にもあるんですよ。これ年長者側に根付いてるのがあんまり良くないと思うけど、まあ年長者側にもあるんですよ。で、それが根付いている分、やはり長くずっとやり続けていた者たちっていうのはすごいのだというふうに思いたがるものなんですよね。だからこそ昔からテレビに出続けている人たちっていうのを下げることっていうのは怖いし、その権威っていうのにすがりたくなるし、実際少子化しているから若者の数よりも中高年層の人数の方が多いよねっていうふうにも思うので、そこに向けてテレビとかを作っていった方が安定して視聴率も取れるではないかと。東京の人はほとんどテレビなんか見てない、どこが見てるんだ、田舎でまだ家族で、各家族で暮らしている一軒家でみんなで食事しながらテレビ見てるっていう家庭が多いよねっていうことも重々分かっている、だからこそそっちに向けてクイズ番組とか家族みんなで楽しめるような番組っていうのを作っていこうじゃないかっていう方向にシフトチェンジした。でもその中でおじいちゃんからお孫さんまでみんなが見えるようにってなると、全年齢知ってる人っていうのは昔から出続けてる人っていうふうなことするしかないから、昔からずっとテレビを引っ張ってきた第一線の人たちっていうのが乗かないんですよね。
それ構造上のけられないんだと思うんですよ。どんなに中堅もしくは若手芸人の人たちが面白いすごい実力だってなっても、なかなか上と変えられないっていうのはもう今の時代はなかなか難しいのではないかなっていうふうに思うんですね。はい、ちょっとお茶飲むね。でこれが実情なんじゃないかなっていうふうに僕は感じているんですよ、正直な話で。この僕が感じている感覚っていうのは、そうだな、まあ皆さんもなんとなくは感じていると思うんですけれども、でも感じたからなんだっていうところもあると思うので、別にまあそれはそれとしてテレビつまんないよねっていう一言でまとめてるっていう風な状態にあるんじゃないかなと思うんですね。だから実際問題テレビをちゃんと見てみると意外と面白いんですよ。例えば芸人の今巣窟でいけば朝やってるラビットって番組とかめちゃくちゃ面白いしとか、結構ねその面白い番組っていうのは今結構いっぱいあるんだけど、比較対象としていろいろやった結果面白くなくなったよねっていう言い方をしちゃうっていう風なことが多いで、問題点を挙げつらっていろいろ叩いていくっていう魔女狩りみたいな状態になりつつあるっていう風には思うんですよね。そうなので、まあ今のこの現状というのは割と日本経済というのが悪化してしまった以上しょうがない現状ではあるのではないかなというふうに僕自身はちょっと思ってしまっているんですよ。はい、ですがよ、先ほどと繰り返しになりますが、権威を持った人たちが権威がある状態でいさせてあげるっていうのも大事ではあるんですよ、テレビという形態を維持するにあたって。でその人たちが知っている芸能界っていうのはもうぐっちゃぐちゃの魑魅魍魎みたいな芸能界の時代なわけですよ、今と違って。ってなってくると、その風俗みたいのを、未だに引っ張っている人たちがいてもおかしくはないですよねっていうふうには思うから、実際問題もう芸能界というのはクリーンになっていると思うんですね。正直もクリーンにはなっていると思うんですけれども、それはだいぶ弱まったからなんですよ、力が。だからこそそのまあいろんなさ、正直全然何も立証されてないからどれが嘘でどれが本当かとかっていうのは知ったこっちゃないし分かんないけど、でもすごい昔の話じゃないですか。8年10年とか十何年とか昔の話っていうのばかり引っ張り出されるのは、まだまだテレビがぐちゃぐちゃだったと、芸能界の裏側がぐちゃぐちゃだった時っていうのを引っ張っていた時代っていうのをも、ほじくり返して今出すっていうふうなことをやっているのだろうなというふうに思ったので、正直今もうそういうのないですよ。ない。なんか例えばなんだけど、これ別に詳しく知ってるわけではないんですけど、枕営業とかってグラビアアイドルの新しい子がテレビ出たりとか、アイドルの新しい子がテレビ出たりするとよくなんかネットとかでバカが噂するじゃないですか。どうせ枕なんでしょうこんな無名な人がって言うんだけど、あのね、枕営業ってあるかもしんないよ。っていうかあったでしょ。俺は見たこともないし、その体験したことももちろんないけども、あったことあったと思うんだけど、ただそれって初回の1回だけの権限なのよ。最初の1回俺の番組出してあげるよっていうようなやつとかがいて、でそこに別に無理やりとかじゃなくて、やった出たいですって言って行って、最初の1回のチャンスをつかむことによってそっから出続けれるかどうか実力次第だと思うの。だからどうせ枕なんでしようとかって言われるんだけど、そんな甘い世界じゃないのよ、ぶっちゃけ。顔がいいから出れるとか、あの歌がうまいから出れるとか、演技ができるから出れるとか、そういう世界ではないわけですよ。何か全体的にパラメータが秀でていて、その中でも一つ飛び抜けて何かがすごいっていう人たちが、その飛び抜けた何かっていうのの方向を変えることができる、自分で操縦しながら渡れた時だけその大海原を渡れるのが芸能界というものなので、そんな生半可じゃないし甘っちょろいものではないというのもまあ現実なんですよね。これは間違いなく言えるだろうなというふうに思います。でこれは別に今女性版で言ったけど、男版ももちろんありますよ。あの女性の権力者だっていっぱいいるからね。なので、男女どちらもにもあると思うし、ただそれでずっと出れてる人っていうのは間違いなく一人もいないだろうというふうには言えると思います。だからまあ大きな勘違いから生まれているバイアスみたいなのも結構あるだろうなというふうには思うんですよね。はい、で
ここからなんですけれども、じゃあもう正常化されています、それまあある程度クリーンになっています、それはもう業界がクリーンになったんだろうね、ネットが出てきたから俺たちが告発して吊るし上げたからだみたいな X のバカがなんかつぶやいたりとかしてるけど、そんなわけねえだろ、おめえのおかげでクリーンになってる業界なんか一つもねえよっていうふうに俺は読みながら思っちゃうの。お前の意見なんか関係ねえよ、単純に業界に金がなくなったからクリーンになってるだけだよっていうふうに思いながら、僕はそういう偽善しゃぶってるつぶやきっていうのを見て、はあなんかダメだなっていうふうに思いながら読んじゃうんだけど、今言った順序なんですよ。正直ぐちゃぐちゃだったのは金があったからなんですよ。じゃあよ、じゃあね、他の業態で同じような状況に陥りそうなところってありません？どことは言わないけど、僕のさっき言った説明多分分かってくれてると思いますけど、ぐちゃぐちゃな世界だった、もうみんなが常識人には理解が及ばない世界だったっていうのは、正直信じられないぐらいお金が一極集中している世界だったからなんですよ、そこに。でそれが、その余韻っていうのが引きずられていたのが失われた30年間の半ばまで、そしてそれがなんか世にドーンと今更引っ張り出され始めたのが今っていう順序だと思うんですけれども、だとすると別の今お金が一極集中化してるところっていうのの裏側って同じことになってそうじゃないですか。例えばトークサバイバーでもうこれご本人が言ってたし、あの YouTube にも公式から、切り抜きで動画が上がってたので、まあ、言ってもいいんじゃないかなと思うけれども、トークサバイバーで渡部さんが、なんだっけ、公衆トイレでエッチしたっていう風な報道っていうので、文春側が4億稼いだと、それを俺は数百万円で出さないでくれって言おうとしたんだけど無理に決まってるよなっていうのをさすが笑い話にしてたんですね。むちゃくちゃ面白かったんだけど、それでそれを切り抜きで上げられてて、で仮にですよ、4億、ああ4億ね、じゃあ5億出すからその記事出さないでおいてって言える業界があるとしたら、そこって今でもぐちゃぐちゃじゃないですか、正直な話。でですよ、お金が集まっている場所っていうのはこれね、面白いもんで、狂っていて当然だっていうふうに国民側の意識も思うんですよ。正直なこと言うと、なぜ今大物芸能人の人たちとかが吊るし上げられるという事態に陥っているのかというと、それはお金がなく弱りきった状態ではあるけれども、めちゃめちゃ稼いだよねっていうこととか、まあもうあいつらもう今攻めても全然大丈夫だし、俺たちはこんなに苦しんでるんだからっていう反逆精神で言ってる人もいるんですよ。もちろん本当に被害者側の人に寄り添って喋ってる、まあ寄り添ってっていうか寄り添った気になって喋ってる人もいると思うけど、ほとんどの人は叩いていい存在だから叩いてるっていう感じでやってるやつがほとんどだと思います。はい、人のためっていうのは合わせて偽りというふうに書くので、この間なんかのインスタライブかなんかで誰かがコメントしてくれたんだけど、本当にその通りで、自分の意見として言うならわかるけど、人のためになんかものを言うっていうのは偽り偽善でしかないんですよ、っていうことで言ってる人がほとんどなんですよね。じゃあなんで偽善を働いてコメントできるのかっていうと、相手が叩いてもいい存在だし、今叩くべき時だって思ってるからなんですね。でところが、めちゃめちゃお金があるところっていうのは、この人たちが俺たちと同じなわけない、気狂ってるぐっちゃぐちゃな状態にあるに決まってるじゃんっていうふうに思うんですよ。思っちゃうんですよ、人間って。私はそんなことないですっていう人いるかもしんないけど、ほとんどの人がそう思うんですよ。でぶっちゃけこのなんて言うんだろうな、タレントマネジメントみたいなものっていうのが僕らの心理を左右してるだけであって、正直な話、僕らって思ってるほど自我ないんですよ。自分で思ってこう発信してる、こう言ってるっていう気になってるだけで、実際のところは相手がどういう心理誘導をしてるかっていうことで、やってるだけなんですよ。例えばだけどさ、ヒカキンさんのさ、ね、まあ、
ここはもう別に正直に言うけど、俺も思ってることを、あんなさ別れましたって言われているさ、よくわかんない女の人からさ、二股疑惑だって、捏造もいいところだみたいなのをさ、クソみたいな出版社からさ、出されちゃってさ、でその記事をさ、なんか国民が本当なんじゃないかっていうふうに思ってるっていう、なんかね、その文章も読めないのになんか読めた気になってるような人たちが、なんか本当なんじゃないか、二股してたのかヒカキンみたいな風になるっていうことが織り込み済みで謝罪してるわけじゃないですか、ね、だから逆に言うと、あの人はリスクマネジメントがものすごく上手ってことなんです。でこうだって謝る必要なんか何にもないじゃん、1ミクロンもないのに謝るっていうふうなことをするっていうことは、こうすることによって人間の心理誘導っていうのがどっちに働くのかっていうことが分かってるからやってるんですよ。もちろん本当にこう謝る気持ちがあったのかもしれないですけれども、ただリスクマネジメントの考えは 100% あったと思います。僕ヒカキンさんと1回しかお会いしたことないですけど、ないは嘘だと思いますよ。あの絶対にあると思います。でそこがものすごく頭いいと思います。で案の定謝ってて偉いって、偉いってなんだよと思うんだけど、何にもしてねえじゃんっていうふうに思うんだけど、でも大概の人が謝ってて偉い、みんなヒカキンを見習うべき、ヒカキンはすごいみたいな感じになってくるわけじゃないですか。でそうなると文藝春秋おかしいぞみたいな風になってきて、あのみんなヒカキンの味方だっていう風になってるわけ。要はリスクマネジメントが上手い人の心理誘導に上手いこと乗せられてるっていうのがほとんどの読者および視聴者 X 民なわけですよ、ね、でそれを国民の声として見てるのがメディアなわけですよ。大体の人は実際分かってるんだけど、でもなんか気になったら書いちゃうんだよねっていう人っていうのは承認欲求があえて書いてるわけじゃん。 X なんか承認欲求以外の使い道ないんだからさ、ほとんど。だから承認欲求で書いてるっていうことは、つまり見てほしいって、見てほしいのはなんでなんだろうっていうと、私の記事、書いた記事を見てほしいのっていう人はいないから、なんか私は誰々のために言ってんだみたいな風に言って、正義の御旗を持ってやるっていう風な行動を取りたがるわけですよ、心理的にね。なので、やっぱあれはヒカキンさんがすごく頭いいよねっていう。で先ほど言った通り、こういう賢い人の心理誘導に乗せられて我々の書いてることとか考えてることっていうのは実は操られてるんですよ。自我じゃないの、実はほとんどがもう真実とか嘘とかっていうところに着目してる人とかっていうのもほぼいなくて、大体は自分が信じたいものを信じて生きてるので、人間っていうのは。だから心理誘導されちゃってるんですよ、みんな。でこれが今ですよ、これが現状、この立場に来ているっていうところなので、今さっき言った話、僕が私はそんなことないと思いますっていう人も、その考えすら誰かの心理誘導で、僕のこの考えももしかすると誰かの心理誘導によって成り立っているのではないかなというふうに思うんですね。で、この大多数の心理誘導を勝ち取った方っていうのが、いわゆる、まあ、リスクマネジメントが完璧にできてるっていうふうになるし、国民の声を、まあ、多くの国民の声を味方する、味方側にするっていうことができるようになるってことですよね。うん。それが吉本は下手っていうことだと思うんですよ。ぶっちゃけ。吉本はそのリスクマネジメントがめちゃくちゃ下手っていうことだと思うんですよね。で、そこをまあ上手にやっている人っていうのが今世間的にうまく渡っている方なんだけれども、ただ大前提として一挙集中型でお金がわんさかありますよみたいなところっていうのは、そういうものが出たとしてもみんな大して関心がないんですよ。それはなんでかっていうと、どうせぐちゃぐちゃでしょって思ってるから。例えばドバイの大金持ちたちが本当に薬とか使って大大乱れ、もう複数人の男女で大乱れしたパーティーを毎夜毎夜行ってましたみたいな記事とかが出ても、いやーすごいね、やっぱドバイのやつっていうのは桁違いだなとか、まあそこまでの金持ちになるとそうなるよね、やっぱ変な世界だな、俺金持ちじゃなくてよかったみたいな、やっぱお金超あるやつらって異常なんだぐらいに思って、そんなに買わないと思うんですよね。でも今言った出来事ってさ、今日本で問題視されている出来事よりも全然やばくないですか、ぶっちゃけ。でしかもさ、そのお金を持っている側は何なんだって言ってバッてリスト出されるとさ、大体男の方なわけですよ。で女の人っていうののそのパーティーに参加した女の人側の、リストっていうのは別にどこかの企業の社長さんだとかじゃなくて、なんか
名もなきモデルさんだったりとか、どっかの国から招集されている何だろうグラビアアイドルさんだったりとかっていうものなのに、なぜかドバイの大金持ちっていう枠がついているだけで、まあまあドバイのね大富豪たちはそんな感じなんじゃないのみたいな風になっちゃうっていうのが、僕らの心理的な弱点というか、まあ、納得してしまうところが生まれてしまうっていうところがあるんですよ。でここまでいかずとも、じゃあ今話題とされているような事件のことっていうのが、そうだな、なんか名前出すと角立つのかな、まあじゃあ例えばねえちょこちょこメディアに出ている起業家さんとか YouTuber さんとか、まあお金があれば何でもできる派みたいな人たちっていうのがそんな感じでしたっていう風に記事が出たとしても、あんま売れないわけですよ。まあこの人ならこんなこと言っててもおかしくないよねとか、この人だったらこんなことするんじゃないみたいな風にみんなが納得してしまうから、だからそうなっても売れないわけなんですよ、雑誌がね、とか記事も閲覧されないし。ので、まあ、誰を叩くといけるかっていうと、みんなに知られててかついい人だろうと思われている人を叩いた方が見られるわけですよ。でしかもみんながショック受けて叩いてくれるわけですよ。味方になってくれるし、弱者に寄り添うような状態に今精神状態っていうのがなってる感じだから、だからそういう心理誘導みたいなのを僕らは受けているっていう状態にあるのが現状なんですよね。だからまあある意味でやっぱりね、その長くやってきた文春さんとかっていうのは頭がいいんだろうなというふうに思います。非常にそういうところ見てると、というふうなことが言えるのではないかなというふうに思うので、まあ正直なところ真実か否かっていうのが、まあ別に今出ている問題だけじゃなくてその他多数のいろいろな問題がありますけれども、多分これからもガンガン出てくるでしょう。出版社さんを伝ってなのか、いきなりメディアに出てくるのか、 YouTube を伝って告発しますっていう人たちが出てくるのか分かんないけれども、いろいろな闇がこれから出てくるのが、まあ今年1年間の芸能界の、ドンと押し寄せる波なのではないかなというふうに思うのですが、その波の中で、誰が勝ち誰が負けるのかっていうのは真実か偽りかということではなくくって、リスクマネジメントが上手だったかっていうことと、アウトプットの仕方が上手だったかっていう方が勝っていくという、これが今の芸能界の現状であるので、決してネットができたから、真実が明るみになった、クリーンになっていったっていうふうなことではないと思いますし、先ほど言った通り今富が一極集中化しているところはじゃあ正常だと思いますかっていうと、そんなわけはないよねっていうふうに思うんですね。で、まあ露出している富が一極集中化しているところっていうのもあるっちゃあるんだけど、正直これからはね、多分表沙汰にすらならなくなっていく気がしますね。なんとなく、やばい、お茶がなくなってしまった。お水にしよう。あーでもなるのかな。なるかも自分の意見変えちゃった。まあコメ欄とか見て変えるかもしれないけど、なんのかもな、もしかすると。これはね、人間の心理的なものなんで、まあ昔よりはぐちゃぐちゃしないで平和になっていくと思うんだけど、ただ一つ一応言わせてもらうと、やはりね、人間はね、正常なものにはあんまり興味がないんですよね、ぶっちゃけ。異常なものだから、異端な存在だからこそ人から注目を浴びるわけじゃないですか。だってさ、ライブ小屋とかさ、その芸能なんていうのはさ、歴史を遡ると、まあ見せ物小屋の延長線上ですからね、ぶっちゃけ。見せ物小屋なんか今現代にあったらもう差別もいいところなわけじゃないですかね。でも見せ物小屋っていうのは、当時そこに行ってた人たちっていうのはその意識がなかったかっていうと絶対あったと思うんですよ。身体に障害がある人だったりとか、なんか妙に特徴的な人だったりとかっていう風な人たちを見て笑い物にするっていう風なこととか、もっと遡ると死刑ですよね。死刑、馬にガーッと引きずられてる人間を見てギャッハッハッと笑ったりとか、首が切断される人たちが切断されるまでを見てやれやれって言ってたりとか、まあ、その延長線上みたいなもんなわけですよ。だから正直、なんか不祥事を起こした、もしくは起こしたかどうか分かんないけれども世間的に起こしたっぽいっていう風になっている芸能人の人たちを、
ぐっちゃぐちゃに叩くっていうのは人間の本性なんですよ。てか長い歴史の中で人間ってそうじゃなかった時ってないよねっていう話ではあるんですよ。ずっとそうだったじゃんっていう。だから正直に言ってごらんと、正直に言ってごらん、あなたこの事件の真相が嘘か誠か真実がどこにあるのかとかどうでもいいでしょっていう、叩きたいんでしょっていうふうなことが、僕はすっごい意地悪な見方だけど思っちゃうし、正直なこと言うと、あのね、結局世論って数字で出るんですよ。例えばじゃあテレビタレントさんが今回の件みたいにまだ真偽はわからないけれども問題を起こしたかもしれないというふうな時になった時に、本当にじゃあ何か罪を犯してましたとか良くないことしてました、もうみんなが嫌悪感を抱いて見たくもないっていう風になっていった時に、その人が出ている番組は如実に数字が落ちるし、で数字が落ちるとスポンサーがつく意味がないから離れるじゃないですか。でもタレントランクが高いからギャラが高いけどそんなギャラが払えるはずがないっていう風になるので番組そのものが終わるし、芸能界から実質追放されていくわけですよ。だって遡ればさ、テレビで派遣を取ったけどいなくなった芸能人って山ほどいるじゃん。今も現役で生きてはいるけど、でもいなくなった人って山ほどいるわけじゃないですか。でもいる人っていうのはなんで出てるかっていうとニーズがあるから出てるわけですよ。でもそれがなくなるから静かに見なきゃいいっていう風になればいいのよ。静かに見なきゃいいっていう風になって、それが大多数の人がそうなった場合は自然と消滅するんですよ。だからわざわざ言う意義ってほぼないんですよ。だけど言うっていう行為に行くっていうのは何が行われてるかっていうと、言いたいんでしょっていう風に思うので、別にそれを僕は肯定も否定もしないけど、だってしょうがないじゃん、人間なんだもん、言いたいもんなんだもん、人間っていうのはそういうの、どっちにしろ言いたいもんなんですよ。だって歴史が証明してるんだもん、そういうのが好きだっていうの、魔女狩りみたいなものが好きだっていうことは分かっているから。で例えばなんだけど、これがじゃあその本当に罪に問われました、やばいことでしたっていう風に証明されましたっていう風になったら、あのね、僕は冗談抜きで多分あの今まで別にどうでもいいと思っていた側の人も嫌悪感抱くと思うんですよ。これは別に今回の件だけじゃなくて、どんな人でも、これが歌手の人でもアイドルの人でも俳優さんでも、何のことだったとして誰が何かやったっていうのの真偽が分かりませんってなった時に、本当にやばいやつでしたって分かった時に、もうその人を見たいって思わなくなると思うんですよ。今もうみんな、うわー、いやこいつまだ出てんのかよっていう風になって、お茶の間がチャンネル変えるっていうのも必然じゃないですか。だってさ、別に会ったこともないし好きでも嫌いでもないけど、今更田代正史さんの冠番組が始まって見たいって思う人って結構マイノリティですよね結構正直ね。だから YouTube とかやればいいじゃん、そういう人たち。マイノリティに受ける人は YouTube に行った方がいいし、マジョリティに受けたいっていう人たちっていうのはテレビっていうのはフィールドがなくなっていくわけですよね。お茶の間で田代正史のってクイズ、これは薬か薬じゃないかみたいなのとか始まったとしても、ね、これは薬でしょうか、それとも粉砂糖でしょうかみたいなのとかが始まったとしても、正直お茶の間みんなチャンネル変えますよね、まあ、今のはちょっと過激だったけど。でもそれはさ、みんな避けていくわけじゃないですか。だからマジョリティが見るコンテンツへの居場所はなくなるんですよ、絶対必然的に。だからあの別に俺たちが言ってやるんだみたいなことやんなくたって居場所はなくなるんですよ。それはもうでも証明されていくもんだからね。だから俺はリスクマネジメントの問題だって言ってるんです、今年いっぱいっていうのは。いろんな芸能人の、まあ、嘘の告発も本当の告発もいろいろ出てくると思います、これから。それがビャーっといろいろ明るみになっていった時に、結局のところ勝つのは誰かっていうと、真実を全うしている人ではなくて、リスクマネジメントが上手だった人っていうのが勝っていくのがこれからの社会となっていくのだろうなというふうには思うんですよね、正直なこと言うと。うん、そうなんですよ。でしかもね、ちょっと話は戻るんですけど、まあ今回のこの芸能騒ぎみたいな、これまだまだみんな分かってる話ですけど、まだまだ騒がれ続いていくだろう。もういろんなところで多分そろそろね、ミュージシャンさんとか、役者さんとかの方にも飛び火するのではないかとされているこの火の粉っていうのが、広がっていく様子を見て、 YouTube だとか
TikTok だとか、いやいやまだまだテレビだとかいろいろ言われてるけれども、あ、もうそういう世界にそのお金が一極集中している人たちは出るのはやめよう、そっちでなんかいろいろ姿を見せて、なんか承認欲求満たすっていうような欲望のためだけにいろいろやっていくっていうのはやめよっていう風になるわけですね。でこっちはこっちで面白いものやっていこう、ここはだって俺たちのフィールド楽しいもんっていう風な感じで、まあ割とクローズドになっていくのではないかなという風には思うんですけど、ただまあさっきの魔女狩りの歴史とか処刑を見ていたという歴史と一緒で、結局のところ人っていうのは異常なものが好きなので、その一極集中している、なんだか闇に隠されているとんでもない場所があるんだぞっていう風になると、そこをつついてほじくり返そうとするメディアが現れそうな気もする。なんとなく現れそうな気もする。でプラス、プラスね、まあ、正直隠れてよーと思ってた人の何人かが承認欲求欲しさにその世界を見せちゃう気もする。なんとなくなんかちょんちょんってつかれて、でツイッターとかインスタとか俺やってないけど、でも今この俺が楽しんでいる豪遊している世界、世間に広めたらみんなびっくりするんだろうな、見せちゃうみたいな感じで見せちゃうやつっていうのがまた現れて、でまたそこに金がなくなっていって、同じような顛末をたどるっていう風なことが起こる可能性って割とあるんじゃないかなっていう気がするので、ね、ネットができてようができてなかろうが、多分世界ってそんなに変わん、ここに関しては世界ってそんなに変わってないんだろうなと、もう結局同じことの繰り返しになるんじゃないかなっていうような気がしております。まあ一番平和かなと思うのは、どこにもお金が一極集中しない状態になるっていうのが割といい気はしますけどね。富が分散し、まあ芸人も、芸事をやる人たちも、それからそうでない職業の人たちっていうのも、おのおのが好きなジャンルの村で等分されて、そこはそこで楽しくやっていくっていう風な感じで、コミュニティが分散していくっていう風な状態になっていくと、割とそれぞれで平和で楽しくやっていく社会が来るのではないかなというふうに思うんですけれども、ただまあ人間の社会および心理的な動きとしてそうなることはほぼありえないので、ほぼありえないというかありえないので、見かけだけそうなるかもしれないけど、まあ実際問題になることはないでしょうね。はい、でしかも小さいコミュニティになったとしたって、それは大きかったコミュニティが小さかったコミュニティに変わってるだけなので、今と同じ問題がスモールスケールで起き始めるだけなんですよ結局。例えばだけど村のなんか村長さんと、わかんないけどなんかいろ、村長さんにいじめられましたみたいなことっていうのを言うみたいなことっていうのが、誰その村長って、ってほとんどの国民がなるけれども、その村長が仕切ってる村の中では、村長そんなやつだったのかよみたいな感じになるっていうね、だからスモールスケールに変わってそういう事件が起こり始めるっていうだけな気がするので、まあ本当にまあどう変わっていくのかっていうのはよくわかんないけれども、結局のところ人間の構造というか心理っていうのはそんなに進化しねえし変わらないんじゃないかなっていうような気がしますね、僕個人的には。はい、まあなんだろうな、わかんないけどね、この間もあの女優さんが、元女優さんなのかな、なんか告発した動画を上げたりとかされてましたけどね、わかんないけど、過去を変えることはできないけれども、過去は一生つきまとってくるものなので、結局のところは自分に対しての呪いなんじゃないかなっていうふうに思いますね、なんとなくは。まあ正常な人だったら、まあ本当心理的に遺伝的なサイコパス気質じゃない人だったら、正直良くないことをしたっていうふうなこととかが起こった時って罪悪感が残るんですよ。でその罪悪感は一生自分を苦しめ呪い続け、それが盛り返された時っていうのは本当に心理的に疲弊するので、まあ誰が何と言おうと苦しむんですよ。けど本当に
嘘偽りがなく何もしてないっていう人は、たとえ世間の何万人の人たちがわーっと言ったとしてもあんまり傷つかないと思うんですよ。だって俺何もしてねえもんっていう、なんでこんな嘘800でいろいろ言われなきゃなんねんだよって風になると思うから、結局のところね、我々の声とかっていうのの代償はあんまり関係なくて、本人がやったことっていうのが本人の生きてきた人生の中で嘘か誠かっていうところが実際問題どういう風な十字架として乗るかっていうのの差になる気はします。なぜかっていうと過去は絶対変えられないし、過去っていうのは一生つきまとってくるものだから。なのでまあ真偽のほどがはっきり出るまではみたいなこととかっていうのも散々メディアとかで言われてるし、まあ僕もさっき言っちゃったけど、実は本人の気持ちの中ではもうどちらかっていうのは分かっている話じゃないですか。ぶっちゃけいろいろ、別にこれはそのうちの会社の話だけじゃなくていろいろな、メディアに関しての話ですけれどもと思うので、なんかね、そうね、どうなるのかっていうのはまたこれから未来の歴史が証明するのかもしれないですね。はい、そんな感じでございました。これは多分ね、怒られるんじゃないかな全部喋り終わってから思うけど怒られるんじゃないかな。はい、でもまあこれでね、ハヤトムが嫌いになりましたって言って登録者が減っちゃっても、まあそれはそれとしてしょうがないでしょう。僕がここで嘘ついてなんか妙に現代人っぽく振る舞うよりはそのまま言った方がいいんじゃないかなと思って喋ってみました。はい、じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。